オコエ類27の成績。初めて150打席以上経ったシーズンでこれよくやったんやないか。大当たりやろ。ゲンドラはやっぱやすとるとこや。シーズン半分も出てないのにもう1点も近いらしくて、草控え選手としては最高級やろ。細川大竹に次ぐ初年度ゲンドラ組ナンバー3かもしれんな。来年はレギュラー争奪戦に参戦してほしい。オフにさらに伸びてきてほしいわ。シーズン最終戦でホームランはなんか持ってる。年俸戦に100万か巨人なら2000万いくか。優勝やし。道知り MVP みたいなミラクル起こしたら倍増までワンチャン。オコエ世代 W って言われてたのをオコエがぶち抜いたらくさ。やっぱ守備が良いし素材はガチやったな。まあ今年の巨人優勝に貢献したのは間違いなくこれについて平沢はどう思ってるのか。チナデヤがあんまり顔を見たくない。楽天の時も交流戦でやられた記憶が。やっぱ楽天抜けたのが正解だったんか。そもそも楽天じゃなかったらエマボロプロじゃなくなってそうだが、楽天の時もスポット的には活躍してたぞ。こいつの問題は1年通してそれができないことや。練習風景3億円プレイヤーから繰り出される微妙なバント、たまに成功。規定立たないと評価できない若くもないし、数年前パワーあった印象だけど非力打者みたいな成績だな。ご視聴ありがとうございました。